ミシュラン一つ星レストラン、塩、オーナーシェフ、鳥羽周作氏45との不倫を認め、無期限謹慎処分が発表された女優の広末涼子。「週刊文春」によると、2人の間で手書きの手紙や交換日記がたびたび交わされていたことが判明している。出会ってくれて、会ってくれて、会ってくれて、くっついてくれて、入ってくれて、泣かせてくれて、気持ちくしてくれて。 広末が飛ばしにしたためたラブレターはそのまま歌詞になりそうなポエム調で今年3月に大瀬が始まったばかりの2人の盛り上がり具合が伝わってくるだがしばらく謹慎を食らうことになる広末を待ち受けるのが CM や映画降板による数億円と言われる違約金問題だしかも早期の仕事復帰は極めて難しいという声が少なくない ジャニー北川氏の性加害問題が波紋を広げても所属タレントの CM 出演が見直されなかった一方でキリンビールをはじめ大手クライアントが広末の CM を即行削除降板させたのは不倫を嫌う主婦層に配慮したからでしょう昨年のベストマザー賞受賞で活動の幅が広がっただけに子育てと両立しているワーママのイメージを W 不倫発覚が壊してしまった 不倫ママのイメージは早々に払拭できるものではないでしょう。成人夫、淳氏が激怒の様子広末の謹慎期間は20年6月に複数女性との不倫関係が発覚し22年5月に芸能活動を再開したお笑いコンビアンジャッシュ、渡部健50のおよそ2年を超えるのではともささやかれている。 渡辺は復帰後、ローカル局やアベマ、YouTube に出演しているものの、いまだキー局出演を果たせていない。渡辺の場合、妻の佐々木希35が見捨てなかったことが何よりも大きい。多目的トイレの印象は消えないものの、4月には第二子が誕生したことから夫婦仲は修復されている。 広末の場合は夫のキャンドル淳氏がけじめをつけると宣言し文春報道前にすでに広末の身辺に探偵を配置させていたといわれるほど不倫を疑っていた形跡があるこのまま離婚したら復帰やテレビ出演は渡部以上に難しくなる可能性が高い旧知の広末は引退鳥羽氏との再婚を視野に入れているとも報じられているが果たして 以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。早く別れたかったんでしょうね。ただ、シェフにとってはどうなんだろうか、単なる火遊びだったとしたら、再婚するという話になり、3人の子供も面倒を見る解消があるのかが気になるところ。ラブレターが公開されたのはやりすぎと思うが、身内からのリークだろうし、そこには憎しみを感じます。 この方、アイドル時代からプッツン系とか呼ばれており多彩な交際歴や気候癖で有名であられたので逆に最近のベストマザー賞とかが何でやねんというだけのことと思います今回のもろもろの恥ずかしいエビデンスは明らかに身内から流出したものと思われますので復縁を願うというよりは戦って決着をつけるという方向性であるように感じますそうなると もっといろいろな事実関係があからさまになることも想定され多くの人の前に立つようなお仕事は厳しくなるように思います過去のこの方の戦いきさつから目の前に自分のことを気にかけてくれいろいろ信頼を喋れる人が現れそれがたまたまこのシェフだったという印象です恋愛とはそういうものなんでしょうが一時のドーパミンの快楽に目がくらむにしては代償が大きすぎて残念 シェフととと一緒にななったとしても長く続く続は思えないいずれこのシェフも捨てられるのでは長年苦楽を共にしてついてきてくれた奥様を捨てたらおそらくこのシェフの老後は寂しいものになって後悔するでしょうね広末は意外と女性にも人気あるから数年後には何食わぬ顔で戻ってくるのでは広末さんは離婚して子供たちを引き取り さらに鳥羽シェフとの結婚生活となると子供たちが嫌がる可能性がありうまくいかないと思うキャンドル氏も他の男にのめり込んでいる妻に大事な子供の親権を渡すようには思えないので親権争いを頑張るのではキャンドル氏が親権を取った場合一人になって寂しさを感じる広末さんは鳥羽シェフとの再婚を希望するかもしれない 戸場シェフが広末さんの手紙と交換日記を家に持ち帰り、浮気を疑った配偶者がシェフの留守中にそれらを見つけて、憎しみ感情から勝手に文春に渡した場合、こちらの夫婦も修復は難しくなって離婚になる可能性はある。 広末さんが仕事を失ってさらに離婚して親権までも失ってしまった場合家に手紙や交換日記を持ち帰って厳重に保管できなかったシェフの脇の甘さが問題なので悲観にくれる広末さんとの結婚をシェフが決めるかもしれないまあ純氏は離婚覚悟で動いてるとしたら広末 戸場人から慰謝料を取れるし離婚したいとすれば今回の不貞行為を理由にすれば認められるでしょうね鳥羽氏の方はどうなってるのかはわからないけどこういう2人だけが所有してるような手紙が本人以外から出てくるのは不思議でならない知り合って数ヶ月しか経ってなくて離婚と再婚に踏み切るなんて離婚歴のあるよそじすぎた大人としては過去の経験からの学びが感じられない 手紙の内容からすると燃え上がるような性交渉に喜びの大部分が占められてる感じです。不倫は制限の中の背徳感というスパイスにより、より相手が魅惑的に見えるのでしょうが、晴れて夫婦となり、一つ屋根の下で暮らすとあっという間に色あせるんです。しかも、 血のつながらないある程度の年齢の連れ子が複数いるとなれば、背負うものが増えて逃げたくなる日が遠からず訪れそう。結婚って、異性としての魅力に心奪われ、高揚感に支配されてる段階から少し落ち着いて人間として好き、愛おしいとの思いが双方にあることを自覚してからでないと同じ失敗を繰り返しそう。旦那の不倫相手と手口が同じすぎてふらばします。 本当不倫する子持ち女は頭がおかしいって好きになってしまったって夜のお酒の入った席で帰らなくていいって言われた男は落ちるでしょう疲れて家庭では子育てにピリピリしてる奥さんよりもよく見えるもんねお互いいいところしか見せてないからよく見せようとしているからいくら子供が思春期で意思疎通うまくいかなくても旦那との気持ちが冷め気味だとしても 家族になったんだからそれを改善させるよう話し合いするとか話し合いにも向かないならば離婚に向けて弁護士雇うとかきっちり相手が納得する別れができるようにしようよ後先考えずに軽率な行動するな子供に不倫してから両膝ついてごめんなさいする前に旦那と離婚したいんだごめんなさいした方がいいでしょうで次にも同じことを起きる。 また好きな人で来ちゃうから。だから、傷つく人が増えないようにもう結婚しないで。